複雑なネットワークを組み、日々多くの列車と利用者が行き交う都市鉄道において、利用者の誘導や人流の整理はとても頭の痛い問題である。特に朝夕ラッシュ時の利用者が多く、立地などの制約上、通路が細長く複雑になりがちな地下鉄駅では、ちょっとした動線の交錯が大きな混雑を呼び、利用者の負担となる上、ホームに人が滞留すれば列車の遅れにもつながりかねない以上、駅の設計デザインの段階でよりスムーズな移動を促すための工夫が仕込まれている事例も多い。東京メトロ市ヶ谷駅の有楽町線と南北線のホームを結ぶ途中に坂がある少し珍しい動く歩道のついた連絡通路もその一つである。壁面沿いに設けられた矢印状の模様がある一方から見た時は進行方向を示す標識となり、もう一方から見ると壁面と同じ色になって目立たなくなるという意象で、利用者を進行方向左側の歩道へと誘導している。一見優れた動線誘導がなされているように見えるこの通路だが、実は一つ重大な問題を抱えている。それは肝心の進行方向がまるっきりこの矢印と反対向きなのである。そう、この通路何を隠そう右側通行であり、しかも動く歩道がついているせいで、どれだけ空いていても基本的には巡視せねばならない。にもかかわらず、この矢印は公然と間違った方向へと利用客を誘っているのである。反対向きの出口近くには進入禁止という文字が大きく貼られ、天下一品もとい立ち入り禁止標識のマークも3つも貼られているが、それでもやはり壁面を覆い尽くす矢印の印象を覆すには至っていない。もっとも最初から狙ってこんな意味不明なものを作るわけもなく、この通路もほんの数年前までは矢印通りの左側通行だったようなのだが、一体どうしてこんな罠のような通路へと変わってしまったのだろうか。東京メトロ市ヶ谷駅は隣の飯田橋駅から並行して走ってきた南北線と有楽町線が南側で分岐していく構造となっており、それに合わせてこの駅には北側に1つ、南側に2つの改札口が設けられている。うち北側に位置する市ヶ谷田町改札方向の動線は有楽町線南北線ともに左側通行で統一されていて、特に混乱する要素はなさそうに見える。しかし南側の問題の連絡通路の方への動線はというと、有楽町線側南北線側の双方が右側通行となっているのである。しかし先述の通り、その間を結ぶ通路は当初左側通行だった。すると何が発生するか察しの良い皆さんはもうお気づきだろうが、動線が交差し人が詰まってしまうのだ。日常的にここを利用する人々にとってこれがかなりのストレスであることは言うまでもなく、今回ウプ主がツイッターにこの画像を掲載した際に得られた反応でも、矢印の通りに左側通行だった頃の方がむしろ危なかったよ、登ってくる人とぶつかるので逆にするよう意見を送ったのだ、といった書き込みが複数見受けられた。上りで使いたいエスカレーターが右側についている以上、そちらを左側通行にするわけにもいかず、やむを得ず動く歩道の向きを逆転させてどうにか動線を整理したというのがことのいきさつのようだ。なお、これできれいに南側の出口が右側通行に揃ったかといえばそういうわけでもないらしい。というのも、南北線側の市ヶ谷八幡改札から先7番出口に通じる階段は左側にエスカレーターがついており、今度は逆に右側通行にすることができないためである。また有楽町線のホームから九段方面改札の間には別途直通の階段エスカレーターがあるが、こちらは階段が右側通行なのに対し、2基あるエスカレーターは左側通行となっている。一方で改札外はやはり1基だけのエスカレーターに合わせて左側通行となっている。ただしその先出口付近の通路はメトロの管理ではないようで、右側通行左側通行を示す表示は探した限りでは見つけられなかった。最後に北側の市ヶ谷田町方面改札と南北線南側の市ヶ谷八幡方面改札を改札外で結ぶだだっ広いこの通路だが、
こちらは全体にわたって右側通行となっている。改札内外の両方にわたって右側左側通行が入り乱れるこの駅だが、これは様々な制約がある中で少しでも動線を整理するための苦肉の策なのであった。とは言ってもさすがに紛らわしい状態であることは確かであり、壁面の方の意匠を変えるなど何らかの対応は望みたいところだが、